東京ドームです。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、10回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は斉藤、対するジャイアンツの先発は左の今村、以上の両先発。まもなくプレイボールです。これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターはカール。投げた、初球はストライク、いきなり152キロ。投げた、2球目はストライク、投球は3球目。投げた、打ちました。左中間へのフライですがヒットになります。カールヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。初球送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、ピッチャーから一塁送球アウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。初球を打ちました、清沼ボールを取る、一塁送球斉藤取ってアウト。ツーアウトランナー三塁に変わります。さあチャンスが広がって石谷、第2球投げました、インコース高めストライク、あっという間に追い込んだ、ボール、カウントワンボールツーストライク、低めボール、低め外れてツーボールツーストライク。第6球を投げました、際どい球選んでフォアボール、ここはよく見ました。右のバッターボックスは5番坂本、初球空振りから投げました、変化球ストライク、インローへ、バッター追い込まれました、ボール、カウントワンボールツーストライク、内角高め空振り三振。最後は渾身のストレート。1回が終了しまして、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターマシュー、現在の打率取りました、これでワンアウトランナーはありません。バッターボックスは細竹、投げました、初球から打ってった、ショート右の当たり、ショートから一塁送球アウト、これでツーアウトランナーありません。初球キャッチストライク、いきなり151キロ、打ちました、ショート右への打球、ショートから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ結局三者凡退、無得点に終わっています。2回が終了しまして1対0、スワローズ1点リードは変わりません。ストライク、初球ストライクから投げました、打ちました、三遊間の打球、ショートから一塁送球、あっと送球それた、ショートのエラーは記録。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは今村、打ちました、初球打ち鈍いゴロ、一塁へ送るアウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターカール、投げました、見送ってストライク、いきなり150キロ、打った、ショートバウンド取った、ショートから一塁送球、好プレーを見せました、これでツーアウトランナーありません。初球見送ってストライク、1球目ストライクから投げた、見送ってストライク、あっという間にツーストライク、投げた、梶谷掴んだ、ショートから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターボックスは関谷、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げた、直球ストライク、アウトローへ、簡単にツーストライクと追い込んだ、投げた、打ちました、梶谷ボールを掴んだ、一塁送球、あーっと送球それた、記録はショートのエラー、ショートのエラーです。ランナー一塁を置いて迎えるバッターは石谷、最初のバッターボックスはフォアボール。第3球を投げた、低めボール球を打った、当たり損ない、二塁アウト、一塁はどうか、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。投げた、初球を打ちました、セカンド左、セカンド強襲、坂本ヒットを放ちました。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。ランナースタート、ボールを二塁へ送った、タッチしてアウト、盗塁失敗に終わりました。斉藤ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回の裏が終わりました。バッターは斉藤、第9球ボール、投球これから2球目、インコース低めストライク、投球は3球目、投げました、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、ボール、アウトコース低め、わずかに外れて3ボール1ストライク、投げました、打ったに当たりだ、打球は右中間に上がった、センター後方、ワンバウンドヒットになった、ボールはセカンドへ、斉藤ツーベースヒット。これからジャイアンツの攻撃に入ります。
バッターマシュー第1打席はセンターフライに倒れています。インコース低めストライク、いきなり151キロ投げました。外角低め外れてボール、アウトコース低め際どいところ、カウントワンボールワンストライク投げました。3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、打ちました、ボテボテの当たり、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは細竹、現在の打率は2割9分1厘。投げた、直球に送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。投げた、打ちました、これはセカンド正面、セカンドから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げた、変化球ストライク、アウトローへ。チェンジアップに全くタイミング合いません。投げた、これも空振り、追い込んで投げた、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げた、低めボール球打った、梶谷取った、ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ、斉藤ここまできっちり2安打。バッターは代打中井、第1球投げました、初球空振り、いきなり150キロ、投げました、打ちました、セカンド左、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはカール、これが3度目のバッターボックス、アウトローへストライク。第2球打った、セカンドゴロ正面、セカンドから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ、投げました、打った、ショートバウンドボールを掴んだ、サードから一塁送球、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ、スワローズ。7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入ります。バッター関谷、ストレートに送ってストライク、いきなり153キロ、投げました、低めのボール引っ掛けた、一二塁間への当たり、斉藤取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、ストライク、初球ストライクから投げた、打ちました、外野フライ、山田落下点に入った、掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。先ほどヒットを放っている坂本、投げた、ストライク、チェンジアップに全くタイミング合いません。低め外角ストライク、投球は3球目、投げた、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。投げた、縦のスライダー、ボール、低め打った、痛烈な当たり、破った、坂本ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。初球落ちるスライダー空振り、投げた、速球ストライク、インローへ、投げた、見送ってボール、カウントはワンボールツーストライクです。投球これから5球目、ボール、カウントは3ボール2ストライク、ランナースタート、打った、山田ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ、斉藤ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。バッターボックスは斉藤、ピッチャー斉藤、第1球投げました、高め、ボール、第2球投げました、打った、引っ張った、切れていきます、ファール、投げました、打ちました、ショート正面、一塁へ送る、アウト。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは細竹、通算500安打、山田掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、いきなり150キロ、打ちました、ショート右、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。ピンチヒッターは滋賀、投げました、見送ってストライク、第2球インロー空振り、追い込んでから投げました、ボール、カウントワンボールツーストライク、投げた、151キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。斉藤、ジャイアンツこの回1番からの好打順になります。今日ヒットを放っているカール、ジャイアンツここで一つ形を作りたい。投げた、インコース低め、ストライク、バッター追い込まれました。投げた、ストレートはボール、膝元へ、膝元際どいところ、カウントワンボールツーストライク、ボール、カウントはツーボールツーストライク、投げた、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。バッター藤村、投げた、直球ストライク、
いきなり151キロ。変化球ストライク、インハイへ。バッター追い込まれました。ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げた、打ちました。山田ボールを掴んだ。セカンドから一塁送球、アウト。斉藤完封勝利まであと一人。これは引っ掛けた。松井取った、斉藤取ってアウト。ゲームセット。斉藤見事な完封勝利。スワローズ2点差で逃げ切りました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた斉藤。斉藤佑樹。